やったぜ。女の子を泣かせてしまったけど。暇なつ。おそす、どうも暇なつです。今回はパンツの見切りやっていこうと思います。見切り、男なら必要な技術、まあ、やはりパンツ愛好者の私としては必ずマスターしなければいけない技術。今からそれを鍛えていこうかなと思います。まあ、俺そんな東方はね詳しくないんだけど、パーフェクト算数教室の替え歌のベジータのパーフェクト戦闘教室みたいな動画を一緒見てた。まあそれはいいんだ。早速やっていこう。ピン。おい霊夢、暇だろ。なんかして遊ぼうぜ。あらマリサ、いいタイミングね。ちょうど今異変が起きたところよ。異変だと？何が起きたんだ？私のパンツが消えたの。最近暑くて汗をかくから久しぶりにパンツを変えようと思ったのよ。いやいや、久しぶりにって何？お前一生同じパンツ履いてんか？本当は節水のためあんまり洗濯物は出したくないんだけど、もう2週間も同じの履いてるし、いい機会だ。2週間は汚ねえな。おい、でタンスを覗いたらなくなってたってわけ。これを異変と言わず何という？別のところにしまってて忘れてるだけだって。いや、それよりもっと突っ込むところあるって。いえ、誰かが私のパンツを盗んで着用してるに違いないわ。これから全員のパンツをチェックしに行くから、マリサも協力して。勘弁してくれ。パンツなんてどうでもいいだろ。私にノーパンでいろっていうの？ダメだってんならマリサのパンツ貸してよ。まあ、ノーパンはそれはそれで、それはいくら霊夢といえど貸すのはちょっと。何？さては私に見せられないほどのエッチです。しけべしけべしけべなパンツを持ってるわね。ダメだ、今日の霊夢は狂ってる。出直すとしよう。いや、2週間変えてない時点で2週間狂ってると思うけど。釣れないわね。いいわよ、私一人でやるから。もう出会ったやつは片っ端からひんむいてパンツを強奪してやるわ。可愛いパンツたちが私に取られるのを待っているのはどういうこと？画面中央に変な生き物の顔が出たら素早く決定キーか左クリックだ。変な生き物の顔、この右下の顔がってことかな。いざ尋常に。岡君を。なるほどね。これからいろんな女の子たちのパンツじゃんじゃんひんむいていくぞ。ちょっと待って、ちゃんと俺が気持ち悪くなってんな。俺このゲームあげて損するんじゃねえかな。いざ尋常に。おい、ちょっとエッチじゃこれは。そしてこの顔である。さあ岡軍を。シュールだなぁ。皆さんお気づきですか？多分ね、ズボンとかなんかスカートとかなんか丸ごと引っ張ってて、うわ、なくなってる。あ、お注射持っとる。なんか俺の手に勝つかな。ほら、だってほら見て、スカート破いてんのよ。お注射どころじゃないのよ。で、ほんでなんかドエロい下着してんなこいつ。え、みんなこうだっけ？こんな T バカいさ、みんな。あれ、ちょっと一回一回ちゃんとパンとも観察します。あ、すごい清楚系な女の子だ。よいしょ。毎回パンツが違う。王道の島パン。あ、これでどんどん難易度が上がっていくんですね。まあ、今のはチュートリアルみたいなもんですから、次のおパンツ引き抜いていきましょう。楼閣に潜む大食い幽霊。お、パーフェクト算数教室いきます。え、見て、豚さんのパンツかわいい。ちょっと難易度が上がると、エッチ度も上がりますね。大丈夫なんかな。エッチ度が上がると、この顔が出てくる。デンジャラス爺さんとかで、カン、めでたし、めでたしとかの時に出てくる顔文字な、これ。お。猫股っぽいのが。
あーでも普通のシンプル可愛い下着ですね。どんな体勢？ちょっとわしが一番気になるのはこの猫股の尻尾がどこから生えてるかよね。そこをここ隠してこのなんか絶妙な、いい絵だな。額に入れて飾りたい。さあ行くぞ。はあ、ちょっと喜んでるじゃないこれが。大スケベか。ほんでこいつもティーバッグだ。ごめんね、俺東方の知識マジでミリシラだからあれだけど。あ、居合の達人っぽいの来たぞ。さあ覚悟、お覚悟。負けた。ほんで負け方えぐいな。やはり達人ということか。だからちょっと俺も負けてられない、リベンジ。ちょっと待って、強くない？え？クリックが良くない？では行くぞ。お前の下着は何色だ？ちょっと待って、強い！え？これもうわしのさ、キーボードのさ、反応速度の問題じゃない？もう。ちょっと、一旦ちょっと。え、難易度設定を。まあ、じゃあ一旦ちょっと5ぐらい上げとこう。これでやってみるか。さあ勝負だ。わしの修行の成果を見せてやる。よし、お前のパンツは緑色だ。生きてはいても可愛らしいパンツを履いているみたいだね。肉食いよるやん。さあどんなパンツなんだい。あっぱれ。ほんでティーバッグ。ティーバッグ履いてるやつはさ、下着を剥がされた後もちょっと喜んでないか。じゃあ行くぜ。最高難易度だって乗り越えてやるよ。余裕でな。さあ覚悟だ。遊び盛りの幼き吸血鬼どもよ。俺もな、盛りのついた打天使だからよろしく。なに？こいつ下着を取られたことにも気づいてないのでは。あ、なんかガード硬そうな服着てるが。ケツが。わし、ケツが好きだから。チチかケツやったらケツ派だから、わしも。ほらほら、もうティーバッグは。カリスマ！俺との勝負だ！行くぜ！なんだって！やはりカリスマ強いぜ。だが負けるわけにはいかないぜ。お前の下着絶対に見てやる。しゃーな、ボスじゃない。こき方えぐいな。行くぜ。友達がお前の遊戯王スリーブを持って、俺の友達がお前の絵が描いてあるスリーブを遊戯王のカードスリーブにしていたぜ。だが俺は負けないぜ。行くぜ。やったぜ。女の子を泣かせてしまったけど、ごめんな。お前の下着、しかもうさちゃんで可愛いですね。いただいてくぜ。あらかた探したけど誰も持ってなかったわ。まいったわね。行くぜ、エクストラステージ。ちょっと俺のテンションが今高いのはシラフのテンションでやるとさ、本当にただの変態になっちゃうから、ちょっと今テンションでごまかしてる。これだけ探しても犯人が見つからないだなんて、パンツがたまる一方だわ。何かを見落としてるのかしら。今回の異変は厄介ね。まあ、最近ちょっと異変探す系のゲームとかも流行ってますからね。いや俺レイム、やっぱり心配だから戻ってきたぜ。なくなったパンツは見つかったのか？わかったわ。あんたが犯人ね、マリサ。何？考えてみれば、この神社に足を運ぶのはマリサくらいしかいないわ。今すぐ履いてるパンツを見せなさい。なあレム、どこかにしまってないかもう一度よく調べて。見せないってことは、私のパンツを履いてるか、エッチすぎるパンツを履いてるかの二択しかないわ。こうなりゃ実力行使、覚悟しなさいマリサ。あった、
私と勝負しようってのか。なんだか面白そうだね。お互い久しく戦ってなかったし、いい機会だな。受けて立つぜレム。さあお前のパンツは何色だ。強い。何者だこいつ。私のパンツは一体どこにあるんだ。行くぞ。マリサのパンツを手に入れた。結論、エッチすぎるパンツを履いていた。かわいいな。勝負ありね。マリサのしけべパンツはいただいたわ。参ったぞレム。私の負けだ。負けは認める。けどパンツは返してくれよ。さすがにパンツなしでほうきにまたがるのは結構来るもんがあるし。甘いわねマリサ。この世は戦争なの。そう簡単にパンツは戻らないわよ。もし返してほしければまた私と勝負しなさい。いつでも相手になってあげる。変な友人を持っちまったぜ。結局自身のパンツは見つからなかったが、代わりとなるパンツは大量に仕入れたため、レイマは満足そうに笑みを浮かべる。いや、全員の使用済みパンツだけどね。そして今回レイムが引き起こしたこのパンツ争奪戦は各地で話題となり、幻想郷の新たなスポーツとして広く浸透する結果となってしまった。パンツパクリンピックってこと。それから数日後、奪ったパンツを整理しようとタンスを上げたレイムは奥の方で引っかかる、なくしたと思っていた自身のパンツを発見する。あっけない真実に慌てたレイムはどうにかマリサにバレないよう必死にご機嫌取りに立ち回ったという伝承もあるが、それはまた別のお話。パンツを集めてコレクションするのもありよね。なしだよ。使用済みはダメだよ。ゆうこのみんなは絶対に真似しないでね。さーて、とりあえず俺も風呂入ってパンツ新しいのに履き替えよう。あれ、俺のパンツが、俺のパンツがない。